ジョーちゃん、そろそろホールに出てくれるか。はい。よし、頑張ろう。姉ちゃん、注文頼むぜ。こっちもお願いします。あ、はい、今行きます。忙しくなりそうね。頑張らないと。ありがとうございました。忙しい時間は超えたわね。今日はちょっと混んでいたかしら。忙しいと時間が過ぎるのが早いわね。すみません、お会計。はい、今伺います。ありがとうございました。なるべく聞き耳を立てないようにしているけど、それにしても海の色を見るたびに憂鬱になるの。そうね、こう天気が良くっても海が黒いんじゃいまいちパッとしないわね。黒い海は見ていて気持ちのいいものじゃないものね。黒くたって海は海かもしれないけど、黒いわね。それもこれも全部あの愚かな王子のせいじゃ。海に訳のわからん薬など巻きおって、このままではアルメリアの将来も危ういぞ。し、誰かが聞いていたらどうするのよ。ごめんなさい、聞いています。でももう少し聞かせてください。確かに黒い海は綺麗じゃないけど、その分の保証は国が約束しているわ。王子はちゃんと国のことを考えてくれているわよ。この人は王子のことを嫌っているわけではないみたい。全員が全員バジルを批判しているわけじゃないのね。と言ってもお客さんの意見だけを聞いているわけだから、人数の割合なんてわからないけど。ちょうどあの二人みたいに、食べるものの多くは海産物だって言っていたし、それじゃあ生物への影響もわからないわ。ねえ、そろそろ帰りましょう。私、買い物して帰りたいのよ。え、帰っちゃうの？何か話を聞くいい方法はないかしら。ちょうど席を立つところだし、声
声をかける方法はこれしか思いつかないわね。失礼いたします。こちら空いているお皿をお下げしてもよろしいですか？ああ、お願いします。あの、それじゃあお会計を。あの、先ほどのお話なんですけど、詳しくお聞かせいただけませんか？話？これじゃあ自分から盗み聞きしていましたって白状したようなものじゃない。あの、テーブルの片付けをしていたらお話が耳に入ってしまって、って、これじゃごまかしじゃなくて本当のことじゃない。興味のある話だったのでついつい聞いてしまってすみません。ロキの言っていたことは当たっていたわ。ああ、いいと思う。それで何についての話が聞きたいんだね？あの、海についてです。海について？私はこの国の王子様が撒いた薬のせいで海が黒くなったと聞きました。黒い海なんて不安だと思いますし、それについてこの国の皆さんはどうお考えなのかと気になりまして。なんだい、お嬢さんは他の国から来た人なのかい？ええ、まあ反射的にうなずいてしまったけど嘘ではないわ。ただその国が海の中にあるだけで。それじゃあ知らんかもしれないが、この国は海ありきの国でな。その海をお守りになる守護神はこの国を守護しているも同然だ。黒い海などその守護神様への冒涜と言ってもいい。守護神？そういうものもあるのね。そっか、だからお年寄りに批判派が多いのかしら。そう、アルメリアは海に面しているから漁業なんかも盛んでね。だからね、漁師さんなんかは守護神に守ってもらえるよう神様を大事にしているわ。なるほど。海はアルメリアに様々な恵みをもたらしてくれているからな。それを薬を巻き黒く変えてしまうとは、王子はいずれこの国を背負う者としてあってはならないことをしたよ。これはエリアスの受け売りだけど。確かに海の色がこんな色になったのは不気味だけど、王子は海を黒くしてそのままにしているわけじゃないわ。そうなんですか？そうね、何から話せばいいのかしら。ということみたい。うまく嘘をつけなかったっていう部分がすごく君らしい。注目するところはそこじゃないでしょ。私は王子は海の色を黒くした犯人で憎まれるべき対象としか思っていなかったのよ。だけどそうじゃなかったのね。
憎まれるばかりじゃなく信頼もされている。なぜならバジルは自分のしたことを受け止めて国民への保証もしているからってことだね。そうなの。打撃を受けている各関係者にはちゃんと生活できるだけの保証を与えているんだって。観光業に関係する宿泊業者とか漁業関係者とか、あ、宝石の輸出業者なんかもそう。観光客が減ったのも痛いけど、アルメリア産のものは安全性に不安があるって言われているから、それもあって王子は定期的に他国の偉い方々を招いているらしいのよ。それに自ら外交に出て国の海の安全性を証明しようとしているって聞いたわ。これがただの国民の支持を得るためのふりだとか点数稼ぎであるようには思えなくて。だって王子は大々的に任期を捉えるって宣言してるのよ。それに対する報酬も約束してる。せっかく各業者に保証をして国民の生活も保護して支持を得ているのに、王子自ら私欲のために賞金を出すような真似をするなんて。国民の信頼を勝ち得たいのなら明らかに不利でしょ。まあそうだね。人魚を捕らえる宣言をするだけならまだしも、海の色が変わってしまっている。国民からは大賓縮だろう。それでも国ぐるみにして政策まで打ち出して保証をすることで得られた支持もあるだろうけど、意図的にしては婉曲すぎる。そうなのよ。そんなに自分に不利になるようなことをするなら何かそれなりの理由があるんじゃないかって。理由か。バジルが君の言うように何か大事な理由があって人魚を捕まえようとしているとしよう。そう仮定して、リディア、君はその理由を理解したいと思う。王子の考えていることなんて私には分からないけど、どう答えよう。私は理解したい。どうしてそう思うの？理解しようとしたところで理解はできないかもしれないし、得にもならないと思うけど。仮にも相手は私の標的、別に個人的な恨みはそんなにないけど、だからこそ相手の事情なんて知らない方が目的の達成はしやすいかもしれない。下手に相手の事情を聞いてしまうと情が移ってしまうかもしれないしね。情が移るね。確かに君は優しいからそうかもしれないな。だけどそれでも私は命を奪わなくてはならない。命を奪うってことは殺した相手は話すことも考えることもできなくなるってこと。だからって何をしてもいいわけではないけど、でも王子は少なくともただの愚か者ではないかもしれないということを今日知ってしまった。もしかしたら何か考えがあるのかもしれない。
そう思ってしまった時点で分かりたいと思っているのと同じよ。だからきっと分からないことを分からないままにしてしまえば私は後悔してしまうわ。そうか、君らしい答えだね。だけど無事に目的を果たしたとしてその後は？いえ、もしバジルがいなくなったとしても確実に人魚の暮らしが保証されるとは言い切れない。何もバジルだけが人魚を捕らえようとしているとは限らないからね。ええ、人魚の肉には不老不死の力が宿る。不老不死を求めて人魚を捕らえたいと思っている輩は大勢いるはずだ。それが人魚の命を奪うことだとしても、自分の食べるものを尊くは思わないように、人間も人魚のことなんてどうでもいいと思っているのかもね。目的が不老不死でも懸賞金でも同じことだわ。人魚を求めているのはバジルだけではない。その人がまた人魚を捕らえようとしたら、でもバジルがいなくなっても人魚を狙うような人間が権力を持っては意味がないわ。意味がないね。なんだかんだ言って私は自分の手で殺しをしたくないからバジルを殺さなくてもいい理由を探しているだけなのかもね。殺したくない。君は優しいね。君は自分のために他人を犠牲にすることをためらっている。うん、自分のためだけじゃない。君は誰かが誰かの犠牲になってはいけないと思っているんだね。そんなの当たり前だわ。犠牲になってもいい人なんていない。温かいわ。変な感じね。いつものことなのに。本当に？例えば海を黒くしたバジルのように、犠牲になるのがしてはならないことをした相手だったとしても君は同じことが言えるの？してはいけないこと、犠牲にすることなんてできない。したくない。それにできない。そうだね、君はそういう子だ。私のは優しさじゃないわ。ただ迷っているだけ。踏ん切りがつかないだけよ。そういうことを言うから君は放っておけない。
一人にしておいたらどんな無茶でもしでかしそうだよ。何よ、私が無鉄砲みたいに言わないでちょうだい。確かに私は後先考えずに突っ走るところもあるかもしれないけど、ところもあるというかその通りなんだけど、あるかもしれないけど、そこまで心配されるほどではないわ。説得力は皆無ね。心配なんていくらでもするよ。むしろさせてほしい。だって君は大事な幼馴染だから。ねえ、エリアス。何をしているの？新しい遊びか何か？顔を見せたら負け、みたいな感じの。いや、違うけど。違うけど。はあ、君はそういうところ。本当に君らしいというか。よくわからないわね。君は否定したけど、やっぱり君は優しいよ。だけど僕は君のように優しくはない。え？だって僕は君のように躊躇したりしない。君は嘘をつくことすらためらうけど、僕は迷わない。相手がどんな人間でも、いや、人魚だったとしても、一瞬だって迷いはしない。迷わないで殺せ。殺すよ。君のためなら誰だって殺す。君以外の存在なんてみんな同じ。みんなどうだっていいから。こんな目で私を見たことはないのに。なのかしら。エリアスはエリアスだわ。だけど怖いわ。なんて言っておきながら、僕も迷っているんだ。僕はね、君のためなら何だって惜しくはないと思っている。それは本気なんだ。だけどね、僕は時々自分が惜しくなるよ。君のためなら自分なんてどうでもいいと思う。でも、僕がいなくなったら、君とこうして一緒にいることができない。矛盾しているよね。自分が惜しい？そんなの当たり前のことだと思うわ。誰だって自分は大事よ。好きなものがあってもやりたいことがあっても自分がいなきゃ楽しめない。矛盾なんてしていない。むしろ当然よ。
ありがとう、リディア。やっぱり君は優しいね。その時が来たら、この手で誰かを殺すの。どうしてこんなに怖いの？